よし、ということで今回はトルコイスタンブールから同じトルコのエディルネまでですね、この熱交換器70トンか結構重いな198キロ配送していきましょう。あーでかい、アメトラで運ぶようなやつだな、これ。アメトラで運んだかな、いやでもこれ運んだことないか。めちゃくちゃ70トンはやばいな。止まれんのかな、止まれなさそう。自動ステアリングのあれかな、内輪差はそんな出なさそうですよね。アメトラだったらめんどくさいやつだろうけど。でかいですね。長さがかなりある。じゃあ雪道の中運んできますか。長いな。これはかなりきつそうですね。ここまでよく出せたな。後ろから見るとこんな感じですね。出発ですね。また雪になっちゃったからな。重っ。一足ずつ入れてこう。直進方向です。なんだ、ここら辺道が複雑そうですからね。気をつけないと。これが先導車か。ちょっと待ってて。これ後ろのあれですよね。横幅も結構はみ出てますね。気をつけないと。かなりはみ出てる。真ん中行っちゃった方がいいな。重っ。みんな待っててくれてる。あ、でも道幅広いから大丈夫か。大丈夫大丈夫、いけますね。真ん中走っちゃっていいのかな。左にレーン移動が必要です。高さも怖い。こんぐらいの速度でいいかな。70トンなんで止まるときはちょっと怖いですね。止まれなさそう。こんな感じですね。怖いな。いつの間にか追突そう。怖い怖い。あそこも止めててくれてるんだ。結構天井引っかかんのも怖いんですよね。大丈夫だとは思うけど。雪道ですからね。さすがに追い越しはなさそうですね。イスタンブール中心地ですね。高層ビルだ。あー、ロータリーがちょっと怖いんだよな。 AI が変な動きしないといいけど。そのまま行ってくれるかな。さっき止まってましたからね。信用できない。このまままっすぐですね。ずーっとこの高速行く感じかな。料金所とか通れんのかな。通れなさそう。もうちょっとスピード出しそうだな。ああ、車線変更。はいはいはい。あー、ここインターチェンジなんだ。ありがたいですね。ちゃんと見ててくれてる。覆面パトカーみたいな感じか。あー怖い。後ろが行ってからでしたっけ。まあいいや。インターチェンジ狭そう。上がれるかな。
登りきつそうですね。こう幅もきついけど、右がすりそう。よし、オッケーですね。ここはなんだろう、スタジアムかな。あ、車だ。ここ初めて見るな。でっかいスタジアムっぽいですね。こんなとこあるんだ。左もすらないように。一番右の、あ、やっぱここ行くんだ。大丈夫かな、ハザードつけてるけど。一番右から行けんのか。大渋滞ですね。あ、みんな止めてくれてるのか、これ。そういうこと？左すらないように、あ、待ってくれてるみたいですね。ありがたい。そうじゃないと合流できないですもんね。なるほど。まだ186キロ残ってるのは全然進んでないですね。あー、抜かしてきた。ガンガン抜かしてきそうだな。怖いな。入ってきそうで怖いですね。さすがに入ってこないとは思うけど。あっと、どうした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 。怖い怖い怖い。ブレーキ踏んだ。ちょっとまったりしてましたね。車間距離が近くなって怖かったな。どうしたんだろう。車間距離はなるべく取っておきたいですね。止まれない。あ、やんだ。ようやく雪がやみましたね。あー、暗くなってきた。ライトつけるか。眩しいんですよね、このライト。もっと暗くなったらいいんですけどね。ちょっとその謎のブレーキやめてほしいな。ちょっとそのブレーキやめて。ほんと怖いから。なんで変なブレーキかけるのかな。もうちょっとスピード出したいとこなんですけどね。ちょっとやめてそれ。この時期鍋もいいですよね。うわー、危な。何それ、すごいブレーキのかけ方。謎ですね。完全に止まってたぞ。何この車。あ、あー、危ない危ない危ない。怖い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 。止まってるって。嘘、渋滞。ちょっと詰まっちゃってますね。左がすりそうで怖い。完全に止まってる。あー、ちょっとスピード速いな。狭いぞ、ここすりそう。あー、ちょっと待って、結構登りますね。怖い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 。エディルネに到達。あ、特殊配送だから赤信号 OK なんだ。ここら辺もこの信号機なんだな。あー、なんだこれ。レスリング発祥の地とかかな。なんかそんな感じですよね。っていうかランダーバート怖いな。右にレーン移動が必要です。ゆっくり行こう。
はい、街中来ましたね。まだ奥か。あーやばいな、ちょっと真ん中に出て大回りしていこう。まあ、意外と長さはどういうかな。あー待って、バスが止まってるな。そして見えない、暗くて見えないな。ありがとうバス、優しい。ぶつけそうで怖いな。あーギリギリここですね、バルカンロコ来ましたね。どこ止めんのこれ。ありがとう誘導ありがとうございます止める場所が、その奥、待って、これどういった方がいいの。ぐるっと回るんだ。もしかしてバック？あ、バック駐車なんだ。違う？あ、しょ、ん？どっちだこれ。あー、バックはないか。まあでもこのトレーラーだったらバックでも行けそうですよね。ただそこきついな。一回じゃ入らないですね。バックしなきゃダメだ。一回では入らない。入るかな、まあ、入るか。おっと嘘、何、あー外輪差来た、外輪差だ完全に油断してた。それは考えてなかった。やばいですねこれ。いけるかな、右に切らなきゃ。完全死角だからもう感覚で分かってないとダメですねそれニュータイプにならないと無理だよ。あ、自動ステアリングだからダメなんですよね、あんまり外側に行くと。オーバーハングか。まっすぐにして、多分これで抜けたかな。オッケーですね、これは大変よいしょ、最後の最後、テレビ局も来てるのにやっちゃいましたね。あ、いけそうですね。はい、まっすぐまっすぐ、オーライ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 、まだオーライオーライ、よし来た。いいですね、インタビュー受けてんのか。よし、ということでちょっと最後ぶつかっちゃったんですが、なんとか無事終了ですね。よし、OK でしょ。